乃木坂46の長編ドキュメンタリー、乃木坂46 10th Anniversary ドキュメンタリームービー、10年の歩みが、3月1日、金曜日にオンライン動画配信サービス、レミノにてライブ配信されることが決定した。卒業メンバーから現役メンバーまで10年の歴史に密着。本作は、2011年に結成されたアイドルグループ、乃木坂46の10年の歴史をまとめたドキュメンタリー番組。乃木坂46の表での活躍や、裏での苦悩が記録されている。生駒里奈、生田絵梨花、白石麻衣、西野七瀬、斉藤明日から卒業生たちのグループ所属時代の姿。与田祐希、山下美月、遠藤さくら、夏季春から現役メンバーの加入直後からグループの中心となっていく過程。青春のすべてをかけて活動するメンバーの活動に、再動し続けたカメラの密着映像を見ることができる。5期生の初ドラマ作品、古書道物語、を配信レミノでは、乃木坂46 12th Year Birthday Live が3月7日、木曜日から10日、日曜日に生配信される。さらに、乃木坂46の5期生が初めてのドラマに挑戦したオリジナルドラマ、古書道物語、を期間限定で無料配信する。